おはようございます。おはようございます。はい、パパとママなんですけど、今日はサプライズゲストがですね、なんと我が家に来ます。で、ひまひまは知りません。全く知りません。ゲストが家に来るなんて思ってもいません。あの超大物クリエイターさんがまさかの我が家に、はい、ということでびっくりなんですけど来てくれるということで、もうちょっとしたらママが迎えに行くんですけど、その間にママがひまひまを連れ出し、家に帰ってきたら、いるみたいなね。そう、はい、ちょっとそんな感じでやっていきますんで、お楽しみにどうぞ。はい。楽しみだね。はい、ということでスペシャルゲスト、超大物クリエイターのお二人をお迎えしました。はい、そのお二人はこの方です。謎のテンション。お引越ししたということで、こっちに来てみました。まさかの例の挨拶をじゃあお願いします。こんにちは、えっちゃんです。はい、お久しぶりです。ありがとうございます。お久しぶりでございます。ということで今日はドッキリを仕掛けるということでご協力をいただけるとありがとうございます。楽しみです。俺ひまちゃんにかけるの初めてだわ。あ、そうなんだ。私が前回確かにドッキリ仕掛けた。そうですね。下に外していいよ。もう今全く気づいてないで、家で普通にくつろいでるんで。あ、そうなんだ。で、今からちょっとうちのママがひまひまを連れ出して、その隙に入っていただこうと思います。はい、じゃあ、しっかりバレないように、こそこそ入っていきたいと思います。馴染んじゃう。はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、おかえり。おかえり、インボス。インボス。おかえり。なんで？おかえり。おかえり。なんで？遅いよ。おかえりひまちゃん。めっちゃびっくりした。え、偽物じゃない？やっぱり。本物のちゃんと俺。めっちゃびっくりした。よかった、びっくりしてくれて。なんで？いると思わなかった？全然。えっちゃん部屋になってる、しかもツインテール。めっちゃびっくりした。あ、だから今さ、ひまをさ、あれか、ホイメに連れてこうとしたらさ、あーしれっとここにいるっていう。びっくりした。どうですか、これが今日の企画。家に帰ったらいきなりえっちゃん。えっちゃんがいきなりいる。何よ、ちょっと時間を伸ばそうとしてた。だからか。ああ、よかった、大成功。イエーイ。ということで今日は来ていただきました。めっちゃびっくりでした。ありがとうございます。引っ越したお家に呼んでもらって、超楽しみにしてた。すごいいいお家だね。もうね、めっちゃびっくりした。びっくりね。いや、知らずに帰ってきてえっちゃんとオラフいたらめっちゃビビるよ。やばいよ、やばいよ。それはビビる。ここで撮影とかですね。そう。もうえっチャンネルだから、ここはもう。すごい。やば。これいつ閉めるの？何これ？はいはい。じゃあそんな感じで。いつもなさそうなことをしてるから、あ、そうなんだ。なんとなくおかしいな。ひまひまはこれを知らなかったので、ひまひまパパとね、ママで。はい、ちょっと本当つまんない。もう1周年ね。うち。そうでございます。一つになっちゃいます。これは小田先輩。ありがとうございますね。すいません。すごい。これ欲しかったやつだ。言ってたやつ。それもうリアルの。ね。すいません、本物をもらっちゃった本物。ちっちゃいのもいる。可愛い。うわー、化身が。すいません。本当にありがとうございます。半年ぐらい温めてずっと。そうこれね、そうずっとね LINE でこれあります。やった。よかったよかった。うわすごい。本物のケース。このおへそがちゃんとねこうなってる。かわいい。よかったよかった。あそうみんな逆に視聴者のこれみんな買ってくれてるんだけど、俺が持ってなかった。あよかったね。やった。あと2期のやつです。見ました。あ、いいありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんでやったぜ。またはーい。ひまちゃんそっちにいるの。いや、いいじゃない真ん中に入らせてもらっちゃって。いやいやいや。やっぱりここのね、鏡が見たいから。ひまちゃん、ひまちゃん性格だからさ。絶対にひまちゃんみたいから。いや、なるほど。ねえ、待って。いや、うちの身長。ね、大きくなった。縦に伸びたんだよ。そう。多分私抜かれる気がするんだけど。あと3年以内に多分抜かれる。なんか見た目も痩せちゃったんだね。いや、そんな嬉しいね。そんなもう。めっちゃんも最近頑張って痩せちゃった。結局また似ちゃったっていう。珍しいからね。本当にね。ありがとうございます。はい。見せてください。あれ、携帯すごいね。全部。タイトルがさ「眠り姫はひだまりで」とかさ、幼なじみの椎名君かなは甘えたがりとか、ちょっとそういう系な感じで、これが書籍化されて横書きのままなんだ。へえ、あっ内一語文庫賃貸小説文庫って違うのね。あ、そうやっぱりこの男のキャラ好きになっちゃうの。なんかでも顔が自分で僕って呼んでるやつは買わないみたいな。ああ、なるほどね。わ、面白いそれ。うわ、めっちゃあるじゃん。めっちゃあるじゃん。すごいじゃん。うわ、プリクラだ。あ、プリクラ見ちゃおう。やってる人いた、こういうの。プリ帳とか持ってる人いたもん。あの後のめっちゃ前ね。これなんだ、赤ちゃんじゃん、これは。これもそうだよね。あ、これ一緒に撮ったやつだね。これはもう一緒に撮ったやつ、本当に似てるな。本当に黒似てる。やったやった。いっぱい撮ってんじゃん。こんな感じだね、ひまちゃんのお部屋はね。いいね。これもめっちゃ厳選した。引っ越しの時に結構厳選した。なんか700個ぐらいあったの。編集の神様オルハ君に編集を教えてもらいます。僕もいつも教えてもらってる。あ、そうなんですね。これオルハ氏、オルハ様です。これがオルハ様。じゃあ僕は本当に？ピーよ、ピー入るから。はい。これをじゃあ最初に持っていきたいんですけど、どうするんですかね。編集の極意を教えよう。はい。まずわからないことがあったとき。調べる力が大事なんじゃん。ということで、本当だったらまずは自分で調べるのが大事なんですよ。今はね YouTube でなんですけども、今回は特別に僕が Google の代わりになりますので、はい、いいですか？で、はい。で、何をしたいですか？これを最初に持っていくときですね。最初に持っていきたい。あれ？これ。もうこれで今このね、黄色囲まれた部分がここに入りましたね。あ、そういうことですね。これをさ、こうやってこれをいつ使えばいいの？これって例えばエリーゼを最近エリーゼ弾いて、なんかラーでみたいな、そんな感じのどうし間違えないの全員的に踏むってこと。あ、踏むの。そう、なんか楽譜ないんだ今ちょうど。なるほどね。俺もいつもわかんないから踏みっぱなしなの。踏みっぱなしっていうふうに全部押しっぱなしなのずっと。あ、でもトトロってどうなんだろう。それもし不安だったらどうなるの？弾けません。すごっ。全部踏んでたら音間違っちゃった。おお、できそうできそう。お願いします。本当表情がいいんだよね。真面目にこうして。これはなんか普通のペースで。トゥトゥトゥ。頑張れ。お願いします。一枚。あ、できたかな。頑張ってる。ちょっとめっちゃ緊張してるけどね。頑張ってる。ちょっとワンテンポ遅いけど。あ、できてるできてる。ありがとうございます。頑張った。というわけで戻ってきました。おお、楽しかった。ね。まさかびっくりした。まさかだよ。まさかのまさか。そうだね、帰ってきてコンビニからそしたらパパがいると思って「パパただいま」って言ったらいなくて、こっちからできたらえっちゃんたちがいるという、びっくりでしたね。相変わらず優しいしね、楽しかったね。うん、可愛かったし。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。そんなドッキリまたかけてほしいですね。もしこの動画がよかったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。えっちゃんとのコラボ動画もお楽しみに。バイバーイ。